はい、皆さんこんばんは。ウチナータクチャンネルです。今回はこちら沖縄のモノレール、ユイレールの浦添前田駅の近くにある浦添大公園をご紹介いたします。ちなみに駅の改札の前にはこんな感じでスタンプがあります。こちらにも書かれている通り、ガソリンスタンドエネオスの左横にあります。それでは行き方を説明いたします。まずは改札を出て右へと進み、下へと降ります。下へ降りましたら、オープニングでお見せしましたユイレールのレールが丸くなっている方向へと道路に沿って進んでいきます。そうするとこんな感じで右手にエネオスが見えてきます。エネオスが見えてきましたら、こちらを斜め右に進みます。こちらが浦添大公園の入り口となります。駐車場はなぜか時間内なのに閉まっておりました。こちらの左横にあります上り坂を登っていきます。こちらの階段を登りましたら、右へと進んでいきます。そして右に曲がりましたら、斜め左の草むらの方へ進んでいきます。はい、こちらは広場内にあるトゥンというものですが、トゥンというのは内間、内間というのが麦、稲の豊作を祈願、または感謝する祭りのことを指しますが、内間など村の祭りを行う場所のことを指すみたいです。こんな感じで説明書きも置いてありますので、興味のある方はぜひ見てみてください。そしてこちらは広場の隅の方にあるものですが、こちらはディーグガマといいまして、こちら鍾乳洞が陥没してできた御嶽、御嶽というのが聖域とされる空間であり祈りの場となっているのですが、そちらにデーゴの木があった洞穴、いわゆるガマが名前の由来となっているようです。こちらの中は説明書きにも書かれておりましたが、立ち入り禁止となっております。入り口の雰囲気はこんな感じとなっております。それでは公園内をどんどん進んでいきましょう。こちらは愛国地その塔跡ですが、こちらは沖縄戦において最も熾烈な激戦が展開された、ここ浦添グスク跡に愛知県沖縄戦遺族会などにより1962年に建立されたものだそうです。1994年には糸満市の平和記念公園内に移され、新しい愛国地その塔とともに愛知県出身の沖縄戦南方地域戦没者5万1000名、
うち沖縄戦没者約3000名を追悼し、平和を記念する施設としての役割を果たしているそうです。こんな感じでこの辺りは平成27年3月に浦添八景に選ばれたそうです。こちらからの景色はこんな感じでとても綺麗に見えます。こちらは浦添用土でとなっております。こちら13世紀に作られた英宗のお墓となっております。こちら墓室は向かって右の西側が英宗王陵と言われ、向かって左の東側が少年王とその彼の一族が葬られているそうです。沖縄戦や戦後の採石で浦添用土では破壊されてしまいましたが、1996年から実施された発掘調査の結果に基づき2005年に復元されたようです。浦添用土でからもこんな感じで眺めのいい景色を見ることができます。
こちらの建物の1階には沖縄そば屋さんがあるのですが、残念ながらこの時はお休みでした。こちらのそば屋さん行ったことがあるのですが、とても美味しいのでおすすめです。こちらには浦添貝塚というものがあります。こちら3000年ほど前に住んでいた人々が残したものだそうです。石尾の土器、貝の飾りやたくさんの貝殻などが発見されたようです。また九州の縄文時代後期にあたる土器、奄美諸島でよく見られる土器などもたくさん出土しているそうです。このことからこの貝塚を残した人々の時期や奄美、九州など北とのつながりのあったことなどがわかるようです。こちらは1階にお蕎麦屋さんがあるとご紹介した建物の屋上からの眺めです。浦
浦添大公園はユイレールの浦添前田駅が最寄りですが、琉球バスの仲間入り口というバス停からもアクセスすることが可能です。ただバスに関してはこんな感じで、時間が1時間に1本か2本とちょっと少なくなっておりますので、基本的にはユイレールで来られることをお勧めいたします。系統番号55番で来ることができます。はい、というわけでここまで浦添大公園ご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。景色がとても良く、そして沖縄の歴史を学ぶことができる、そんな場所となっております。なので歴史好きの方にも楽しめる場所となっているのかなと思います。またユイレールでもアクセスすることができますので、空港からや那覇市内からも気軽にアクセスすることができます。ぜひ来てみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。